誰が言ったか知らないが言われてみれば確かに使える武器使用家の時間がやってまいりました。今回の方は、こちらでございます。シネレのファンシーアクションリボルバーでございます。まあこれ引くのはくっそ大変だったんですけど、1000枚ね引き換え券を引きまして、中の1本だけ出たやつですね。星1となっていますが、発射速度と、リロードが通常のリボルバーより、シングルアクションリボルバーより速くなっております。なので、まあ、星3っていう感じですね、実質。なのでこれをね実際使ってみたいと思います。でちなみに、パーク構成としてはですね、今、コンセントレーティッドファイアークラックショットタンクキラー、このタンクキラーはね今後なんかピストルに反映されるらしいんですけど、今は反映されないのかな。ナードレージ、ガンファードレダリンは一応ね他にもつけた方がいいんですけど、まあとりあえずピストルパークはつけました。あとステルスダメージね、この辺は普通なんですけど、クイックハンズあんまりね発動しないんですけど、まあ一応使ってみようって感じですね。ちょっとやってみましょう。というわけで終わってはこの方です。サプレッサーがついてないので、多分ねきついと思うんだけど、さあ行きました。じゃあ行きたいと思います。レッツゴー。おお、あーバレなきゃ強い。あ、しかも発動したな。たまたま発動したな。なんかいいの取れちゃったかな。ガンマンなんでね早打ち。おっとパーセンテージが上がってくれません。オッケー。おおおお、まあまあこんな感じね。頭なんだけどな。ほう。ほうほう。あ、故郷だ。おお。まあまあって感じだな。あ、いたいたいた。ああ、まあそれなりに火力出るな。まあ、とりあえずね、新しいパッチが新しくなった時に、老舗が増える、オペレーターじゃない、シージかよ。敵キャラがね、増えるらしいんで、敵の変異っていう感じなんですけど、それがね、出るから、ちょっとね、環境変わると思うんだよね。まあ、とりあえずでも、サプレッサーなしでも十分強いかな。うん。ああ、いいっすね。おーおー、アドレナリンも乗ってね。今どれくらいだ強さ。ああ 36%、 星1でこのダメージ量アップですからね、いいですよね。おお、さあ珍しくこんなところも行ってみましょう。なんでこれでお前あれ、おお M コーションにはなるんだよ。いいっすね。やっぱダメージでかいな。いやすごいね。あーおーすごいな。ロマンあるな。ここはねさすがにきついと思うんですよ。うん、なんだ、レベル80か。ディープキングのレベル40だったらこんなもんですね。なるほど、星1だからな、期待できないね。少々、じゃあデスクローにねちょっと試していきたいと思います。まあちょっとねどうなるかな。体調不良らしいんですけどね、病気なんで。お腹、お腹あった。どう、マジかよ。あ、違う、どう、あれ使えるなぁ。というわけで、今回はチネのファンシーシングルアクションリボルバーを使ってみました。370、打点意外と高かったっすね。まあステルスね、ここ変わる可能性は高いんですけど、ただこのねクラックショットってやつがね思いの方が強かったっすね。あのヘッドを入れる上でやっぱり距離減衰と、まあ、命中率低下ってねあるんですけど、こ
れつけてるとね強いっすね。うん、まあナトレージとか乗ってるんですけど、でもまあ味気のね、要はピストルのねちょっときついところはアジリティのパークを持ってかれちゃうので、こっちのね本来パーセプションとかライフル系はねこっちプラスアジリティのね要はダメージ上げる系を使えるので、サプレッサーとかねハンドメイドライフルとかレバーアクションが人気なのはミスターサンドマンとかね使えるからあのダメージ上がってねよりいいんですけど、ガンフアドレナリンの、パークのねランクも上げられるというところなんですけど、まあでもそれでも一発一発がね結構強かったんで、まあ、かなり使えるかなと思います。でちょっとねこっちのロングウェスタンリボルバーせっかくなんで、ね、これも持ってたんでちょっとスコープつけちゃってんでごめんなさい。これねスコープ変えた方がいいね。はい、じゃあねおかわりということでね、ちょっとこれを使ってみたいです。チネレのロングウェスタンリボルバー、V ダメがついた初速もねありがたいかなと思って、ちょっと使ってみたいと思います。いきます。ドン。あーいいですね。さあこれでおお。うん、やっぱ打点は高いっすよね。おお、水彩だよ。レジェンダリーか。あーで、なるほど、一個一個だリロードじゃないのね。お、え、あ、あーあー、ちょっとありかなと思っちゃったけど、いや重たい。一発がでかいな。3500、え、バレました。あ、誰でもこの火力か。リロードが早い。あー、これありがたいっすね。なるほど。いや打点すごいな。さてちょっとサイトを変えてみました。おうおう、おお、打点すげえな。前のあの黒色火薬ピストルでも見ましたけど火力やべえなって。 V ダメがついてるからかな、すごい強いな。リロードも速くなってますからね、これもありがたいですよね。じゃあ続きでやってみましょう。なぜかこの人にはね行かないんだよ。バレてもこの打点か。リロードが楽っていうのはいいな。知らないか。え？できた？オーケー。うん、やっぱね、いい打点出ますね。はあ、強いな。はい、というわけでね、ちょっとデザイン変わっちゃったんですけど。これバグでよくなるんですけど、これ、ね、間違えて売りそうになるからそれが怖いんだけど、ファンシーちゃんと入ってるから、ファンシーシングルアクションリボルバーね、をやるつもりが、今ごめんなさい、アドレナリンが多分ちょっと効いてるんですけど、これやるつもりがね、まあ強いんですけど、ね、これ強いんですけど、ごめんなさい、まあ、ウェスタンリボルバーちゃんがね、リロードもまとめてリロードだし、まあだからかっこよさをね、求めるならウエスタン衣装とね組み合わせて遊んでいただければなと思います。まあでもね打点も出ますから意外とパーク的にちょっとイマイチかなと思ったんですけど、うん、ガンパークつけてねステルスバレてもねヘッドショットは1000ぐらい、入ってたんで800から1000とかね入ってたんで、このクラックショットがついてるだけでもね結構良さげでしたね。これのおかげでね、ヘッドショットダメージね、この恩恵が大きいかなと思いました。なんでね、まあピストルもねピストル作れ作れってね、声にちょっとお答えしたリスナーさんしか伝わらないんだけど、この動画が初めてっていう方はね、なんでピストルなんて出してんだよと思ってるかもしれませんけど他にも下記概要欄にね、ハンドメイドライフルとかね、ガウスショットガンとか、
ちゃんとね、あとスーパーセルチューがちゃんとしたあの王道みたいな武器も出してますので、そちらもぜひ見ていただけると非常に嬉しいでございます。というわけでチャンネル登録、ツイッターの方もお待ちしてます。またいろいろ動画出しますから、武器紹介もシリーズもねぜひ見てちょんまげ。というわけで18禁でございました。また次の動画でお会いしましょう。チャオ。